おはようございます。今日は9月の4日、長崎県長崎市浦上からのスタート。この人はローマ教皇ヨハネ・パウロ2世です。この私の泊まった長崎カトリックセンターにこの方も1981年昭和56年にお泊まりになりました。長崎浦上地区のシンボル浦上教会は昭和20年の原爆投下によってボロボロに崩壊し、2つあった塔のうち1つがここに吹き飛ばされて、現在もそのままの姿で大切に保存されています。長崎を去る前に平和公園にやってきました。重さ30トンもあるそうです。有名な平和記念像。どちらかというと広島の方が被爆の都市としての性格を強くしているような気がしますが、実際に広島の方が被害は大きかったそうです。ただ長崎に落ちた原爆ファットマンの方が威力は強く、落とす場所が異なっていればもっと多くの被害が発生していたかもしれないとも言われます。もともと2度目の原爆投下の第一目標は長崎市ではなく北九州市、現在の小倉でした。広島市において新型爆弾が使われ街が壊滅したというのはもう全国にニュースはすでに届いていたそうです。ですから小倉もですね、もしかしたらここは工業的に重要な町ですから危ないかもしれないと考えたのか、八幡製鉄所の人が、独自にどうも最近になって分かったことなんですけれども、煙幕を焚いていたらしいと。で、実際に米軍が小倉の町へ行って原爆を落とそうとしてみたら、何やら煙がもくもくとしていて、これでは小倉の町に落とすことはできない、目標を変更ということで、第二目標の長崎に向かい、長崎もだんだん雲が曇っていたんですけども、ちょっとまだ今だったら今落とせばまだ大丈夫そう、これじゃあ日が差しているうちに落とそうと言って、急遽落とし、その結果長崎の中心地よりも少し取れたこの浦上に原爆が落ちることになったんですが、そして、原爆が、投下され、落ちていって炸裂をしたのが11時2分ということになっています。さて、ところ変わってここは路面電車の車庫があります浦上車庫前駅です。向こうにいっぱい止まってます。確かこれ珍しいやつじゃなかったかな、被爆電車じゃありませんでしたっけ。違う、これはね、仙台で昔使ってたのを仙台の路面電車が廃止になったんで長崎に持ってきたというものです。でもね、電車を見に来たわけではないんですよ。ここに電車の停留所のすぐ脇に大橋製麺場というのがありまして、ここはですね、私のいつもお世話になっているゼミの先生の原先生がお生まれになったのがこの建物らしいんですね。まさに生誕の地。そんなところを訪れても視聴者の皆さんに関係ないだろうと思うかもしれませんが、関係大ありです。ここをですね、訪れて動画に出しておくことによって原先生は、おそらく喜ばれるんじゃないのかなと思いますが、そういうことになりますと、私今年4年生ですから、大学を円滑に卒業する上で、大きな効果を発揮するわけでして、卒業できれば、余裕の時間が生まれ、皆さんに対してまたもっと良質な動画をお届けすることができるようになるというわけです。この製麺所を詳細までしっかりと写しておくことによって原先生に喜んでいただき、私の今後の単位取得に対して良い影響を及ぼそうと画策しているというわけでございます。しかし実際には私一応大学でもですね、求められるぐらいの最低限の勉強はやってるつもりでして、別に先生に対して媚び売らなきゃ卒業できないとかそういうことはないんですけどね。ですからさっきのも茶番と言いますか、先生がね、多分私の動画いつもご覧になってて、いきなり自分家が出てきたらびっくりするだろうから、自分家っていうか生まれたところが出てきたらびっくりするだろうから、面白いから動画撮ってみようと思ってやってみただけに過ぎませんとか言って、本当に媚び言ってたら面白いですけどね、こう言いながら。それでは浦上駅まで来たところで今日の予定をご紹介します。今日も青春18切符は使いません。今回の旅において青春18切符の使用期限が9月の10日までというわけですが、それ以降どうするのかという疑問を持たれる方もいると思いますが、実は18切符を使う機会は意外なほど最近少なくなっています。まず最初、今日の目的地は諫早です。このまま長崎本線に乗り諫早に向かいます。諫早までのルート、昔走っていた海沿いのルートと山を貫くルート2つあるんですが、私は古い方のルートで行きます。時間はかかりますが、この間佐世保から長崎へ真夜中に移動してきましたので、その間見ることのできなかった明るい海の景色をお楽しみいただけます。それから先、海を渡るために島原半島なんか、そしてフェリーで熊本県長洲港に向かい、田原坂を越えて本日の目的地は熊本市です。まもなく電車が参ります。危ないですから。
浦上駅でも列車を実は1時間ほど待って、そしてこの諫早駅でも列車を40分ほど待ちました。乗り換える列車は島原鉄道という九州長崎の私鉄会社です。これから島原半島に向けて南下します。本当は降りる駅は愛良町というところなんですが、大岬駅まで少し進みました。奥に見えますのが雲仙です。今日は雲仙岳を見に行こうかと思ったんですが、ちょっとこの天気は微妙かな。まあこれでもね、温泉が綺麗なんで行ってもいいかなと思ったんですが、お金もかかりますんでやめたのです。この大岬駅は駅の真裏に有明海が広がる駅として知られているそうです。私は知りませんでした。別の目的で来たんですけど、こんなに綺麗とはね。まあ、こっちがね、駅のプラットフォームなわけですけど、ホームとなんかあの防波堤が直結してますんで、そのまま海の縁まで行けんですけど、行ってみるか。ちょ怖いね。ピタピタピタ。おっ、これ別に行っていいんですよね。あっちはもうちょっと普通にナチュラルに行けたわ。あー、この有明海向こう側にはあれは大牟田かな、ちょっと見えない。ジャパンなんとかいうマリンユナイテッドって書いてある。見てみましょう。 LPG 液化天然ガスのなんかがあるみたいですね。あちらがね、熊本県の私がこれから船で向かう長洲だそうです。鉄道ばっかり乗ってるとね、こういう風に、海湾でもって遮られた反対側の岸へ手軽に渡ることができてしまうということをなかなか気づかないんですが、いや便利なもんです。長崎と熊本の間を隔てる有明海を440円で越えます。この大岬駅に来た理由は別にさっきの海を見ることではなくて、まあ、たまたま海のすごく綺麗ないい駅だったんですけれども、これですね、仲良し食堂ってなんですが、ここがいいから行ってみろと前におすすめをされていたのでした。駅から近いですけど、なんか相当美味しいらしい。名物のローストビーフ丼を食べ終わると、再び雲仙がまた姿を現してくれました。いやー素晴らしい。東と書いて先と読む大岬で1時間少々、ちょうどいい寄り道になりました。奥にはこれから乗るフェリー、今これはどうも長洲方向へ向かっているようですけど、多分何隻かあるんじゃないですか。行ったり来たりすると思いますが、このように海の上で行き違いながら1時間に1本程度運行されているそうです。運賃は440円。乗ってきた島鉄バスは鉄道と同じ島原鉄道が運営しているバスで、通るルートもほとんど変わらないようです。ただこちらの方がバスの方が、船の乗り場まですぐ近く連れてきてくれます。ちょうど今そこに車が1台止まってますが、車の人はここから料金を払ってそのまんま通り船でこうスッと登るという仕組みです。でもまだタラップが渡されてませんからね、これからでしょう。見るとただいま約何時間待ちと書いてあります。まあこれ今はね、あの待ち時間はゼロなようですが、時によってはすごい待たされる場合もあるんですね。それはたまらん。
そんでも向こう側の岸までは行きたいということで、あのぐるっと回って走るよりは早いですから、やっぱ船は待つんでしょうね。みんな、なんだこの船、サンライズっていうのか。別にサンライズって日の出っていう意味ですから、そのおかしくないんですけど、何に使われても。ああそう、あなんか乗船はセルフサービスなのか。発売中って書いてあるけどね、1人440円、これで着いたら乗ってくださいって書いてありましたよ。2つ接岸できるようで、サンライズは私の乗る船ではありませんでしたが、ともかく無事に出航、乗り換えの時間はほとんどありませんでした。向こうに見える雲仙岳、そしてまたこの船が乗り出す有明海についてご紹介します。海の上をご覧いただくと分かりますが、はっきり言ってあまり綺麗な色をしていません。でこの有明海は世界的に見ても特有の、まず大きな川がたくさん流れ込む海です。まず九州はおろか日本を代表する大きな川、筑後川をはじめ数多くの川が流れ込むこの有明海は栄養が豊富になりがちです。山の上、それから、まあ、人の生活しているところとかそういうところもあるのかな、豊富に送られてくる栄養分、これは、まあ、例えばアンモニアとかそういったものも含まれますけれど、それがこの海に注ぎ込み、海藻の生育が大変活発になるそうです。またこの海は潮の干満の差が大変激しく、干潟という特殊な泥地帯を生んでいます。もちろんその泥沼によって特有の生態系が育まれますし、また豊富な栄養によって漁場も大変活発になります。海藻が増える、そうすると動物プランクトンなども増え、最終的にお魚なども多くなるというわけです。またここではもう南に行き過ぎていますから見えませんが、さっき島原鉄道で半島に沿って南下してきている時、途中に大きな大きな、そして長い堤防が連なっているのが見えました。私もね、それの存在をうっかり忘れてまして、カメラなどを回すのが遅くなってしまったんですが、これは有明海の末端部分、諫早湾を干拓したその時の水門、そして防潮堤というのかな、そのようにですね、壁を作ることによって、もう内側に海水が入ってこないようにして、それより内側を埋めてしまったわけです。そうすることによって新しくまた農業などする土地が手に入るというわけで、作られたのですが、しかし実際のところやってみますと、この有明海の干潟が失われたことによって、海の環境が大変悪くなり、漁獲量の減少など、実際に発生しているということです。そのためその水門をもう一度開こうという運動もあって、一度試しに開いたのですが、結局のところやはり、これは水門は開かない方が良いというふうに現在では決定づけられたようです。向こうに見えている雲仙普賢岳、多分この一番高いところが雲仙普賢岳だと思うんですが、そこでは平成の初め頃に、何百年かぶりに噴火活動再開ということになって、それからかなり長い間島原半島全体に対して大きな影響が出ていたそうです。現在は特にそういった火山活動の兆候みたいなのはそんなには激しくないそうですが、それでも気象庁から厳しい監視の対象となっています。 あちらに見えますのはかつて島原藩のあった島原市で、現在もあそこと熊本市の間にまた別のフェリーが出ています。お、島原城が見えるな、ここから。おお、すごい、よかったよかった。あの島原城はね、見たかったんですけど、ちょっと島原まで行くとお金かかるしなと思ってやめていたんですけど、いやー見えたよ、ありがとうございます。この島原城はですね、もともとそこにいたお殿様、名前忘れちゃいましたけど、その人があのお城を作ったり、それからなんか他にもいろいろな事業を手広くやったんですが、まあ、その結果あのお金がかかるので、税金を重く取り立てたりとかですね、キリスト教を厳しく弾圧したりとかしたもんで、あの辺りにたくさん住んでいたキリシタンたちがみんな揃って放棄し、日本で最後の大きな一揆を起こしたと、それが江戸時代に入ってから、長くそれから平和が続いた最後の内戦になったわけですが、島原天草一揆、島原の乱というのが起こったのもあの地でございます。また島原天草一揆というようにすぐお隣にある島々が天草で、現在は多くが熊本県側と陸続きになっています。あそこに見える大きな島など、いろいろ綺麗な島があって島巡りが楽しいところ、私もちょっとだけ行ったことがあります。また向こうに大きな山が見えていますが、あれは阿蘇山ではないですかね、山の形を見た感じ。よく晴れていればこの方向に九州最高峰の熊本県阿蘇山も見えます。多分これは阿蘇ではないと思うんだよな。私も、まあ、実際にあの見えるはずではあるんですけど、阿蘇からこっちが見えるんで、あの私この船に乗るの初めてなもんですから、 あんまり責任持ったことは言えませんが、まあ、反対側の船も来ているところですが、この船の裏側には、まあ、おそらくあの辺り広がっているのは、福岡県の大牟田市、
もう福岡には、ほとんど戻らない予定ですが、しかし今九州のどこを動いているかよくわかるシーンになっているかなと思います。雲仙は海の向こうへ今着きました。ここは熊本県です。それでは次回まだですね、ちょっと熊本側では動画を分けさせていただこうと思います。すごく長くなりそうなのでね、ならなかったらこのシーンはカットしてるかもしれませんけど、お楽しみによろしくお願いします。